おはちびーん、しおんです。さあ今日はですね、世の中にたくさんポテトチップスっていろいろ存在すると思うんですけど、その中でも私の一番と言ってもいいぐらい大好きな北海道のお土産をご紹介したいと思います。今日ご紹介するのはこちらです。じゃじゃーん、カルビーのくんじゃがです。これ私の YouTube 見てくださってる方は何度か見たことあるわーって思う方もいらっしゃるかなって思うんですけども、普通のポテトチップスではなく燻製されてるんですよね。すごい香ばしい香りがしてめちゃくちゃ手が進むので大好きなお土産の一つです。箱で買ったんですけど、中身はこんな感じです。小袋になってるのでちょっとしたおやつに最適かなと思います。もう香りすごい。もう開けた瞬間の燻製の感じがほんとエグいんで、皆さん絶対買って開けてみてください。見た目はこんな感じですね。マジで香りが普通のポテトチップスと全然違うので、ちょっとねこれで届いたらいいんですけどね、マイク届けれないので匂いはね難しいんですけど、じゃあ早速食べたいと思います。いただきます。結構固めのポテトチップスなので、しっかり噛み応えのある歯応えのあるポテトチップスが好きな方にはマジでおすすめしたい商品です。香りもすごく良くて、キッズっていうよりは大人の皆さんに支持されるんじゃないかななんて勝手に思います。まあなんといってもカルビーさんなので、ポテトチップスの味には本当に信頼が置ける会社さんだなとも思いますし、まだあんまりね有名じゃない気がしているので、ぜひ物産展とか北海道に行った際は皆さんぜひぜひチェックしてみてください。ちょっとあんまりまだ知られてないんじゃないかなっていうものをお土産に選びたい方とかにもおすすめかなと思います。くんじゃがマジですごいんでぜひチェックしてみてください。カルビーさん CM オファーお待ちしています。以上、しおんこと堀しおんでした。したっけねー、バイバーイ。